さあ授業を始めようか。ひらめきーん。これで君たちの勝利の法則が決まるはずだ。今日から僕もひらめいでっとか。カナマン。わいわーい、今日は久しぶりのヒーロー教室だ。かなりご無沙汰でしたね。いつぶりだろうね。そうだ、ヒーロー教室知らない人いると思うから説明するね。ヒーロー教室っていうのはこの村に住んでいるヒーローが先生になって、僕たちがかっこいいヒーローになれるように勉強するところなんだ。悪者の教室もありましたっけ。あ、いたずら教室ね。あったあった。さあ授業を始めようか。フィールドさん、カムスパークリン。今日の先生、フィールドさんなんだね。とっても嬉しい。楽しみですね。ていうかバルカン先生かと思ったら、先生じゃなくて生徒の方なんだね。プッププププ。バルカン怒らせないでよ。わかってますよ。プッププププププ。ちょっと、カナマン。今日の特別講師は今話題の大人気ヒーロー。ねえねえ、今日の講師ゼロワンかな。バルカンではないことははっきりしていますね。うるせえ。とっても輝くこの方です。ヒラメキング。マシン戦隊キラメイジャーのキラメイレッドだ。これで君たちの勝利の法則が決まるはずだ。キラメイレッド、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日から僕もキラメイレッドか。おい、勘違いするなよ。今日からキラメイレッドになれるわけじゃないんだからな。うう。それじゃあ早速授業を始めるよ。今日はみんなにキラメキングになって帰ってもらおうと思います。キラメキング、私たちお魚の王様にでもなるのでしょうか。魚のヒラメでも王様のキングでもないよ。知ってます。なんだ知ってたのか。キラメイジャー見てないのかと思った。最初の 1,2 話しか見ていませんよ。仮面ライダー01はしっかり見ております。だって01は人工知能搭載人型ロボットについてのお話なんですよ。01を見るなという方がおかしいでしょう。ガラピコ落ち着いて、誰も01見ちゃダメなんて言ってないから。ピピ、そうでしたね、失礼いたしました。授業続けてもいいかな。どうぞどうぞ。授業を続けます。今日はみんなにヒラメキングになって帰ってもらいます。そこで今回はみんなに面白い必殺技を考えてもらいます。思いついたら思いついた数だけどんどん発表してください。それじゃあ考える時間スタート。どうしようかな。悩みますね。考える時間終了。みんなどうかな。思いつかない。思いついた。ビルド先生。あ、本当は生徒のみんなに答えてほしいんだけど、まあいっか。じゃあビルド先生お願いします。ラビットとタンクでベストマッチ。それは当たり前すぎるくらいのベストマッチなんです。はい。そこで天体物理学者の俺は新たなベストマッチを見つけて勝利の法則を導く。ビルド先生、どんな必殺技なのかささっと答えてもらえると。あ、必殺技はなんだっけ。ジュコー。よし、じゃあ今度こそみんなに答えてもらおう。そうだ、仮面ライダーバルカンさん、バルカンさんに聞いてみよう。なんて言ったって先輩ヒーローだからね。バルカンさん、面白い必殺技何かひらめきましたか。力づくだ。え、面白い必殺技なんか必要ない。これは余計なことは考えない。つまらない人間ですね。さすが過去空っぽ。なんだと。二人とも落ち着いて。あ、時間だ。今日の授業はここまで。みんなひらめキングになれたかな。って慣れてないよね。今日は誰でも簡単にひらめキングになれないということが分かった授業だったんじゃないかな。ヒーロー教室ってもっと夢のあるところだと思ってたけど、厳しい現実を知ってもらう教室でもあったんだ。勉強になりました。やったやった、勉強終わり。帰ってゼロワン1話から見ようっと。さようなら。どうして俺はこんなところに来たんだ。はあ、新たなベストマッチを探して、さあ家に帰って実験を始めようか。ひらめきん、実験見せてください。ひらめきんぐ、とっても素敵な必殺技思いついちゃった。キラメイレッド先生、素敵な必殺技思いついたよ。あれ、誰もいない。ビルド先生もいない。もしかして授業終わっちゃったの。みんな帰っちゃったの。なんてこと。
やつでも食べようっと。ヒーロー教室シリーズ、これからもまだまだ続くよ。きっとね、続くはず。あー、なんでみんな帰っちゃったの？もういやーいやー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てねー。